はい、どうも、矯正歯科医の大木です。今回は、歯科矯正はアンカースクリューを直立する様子を解説します。小臼歯と大臼歯の間に歯科矯正はアンカースクリューを直立する予定です。では、やっていきましょう。アンカースクリューを直立する前に CT で確認します。これから5番目と6番目の歯の根っこの間の骨に歯科矯正をアンカースクリューを直立していきます。まずは表面麻酔をしていきます。そうしたら数分待ちます。はい、じゃあ外しますね。そしたら次に注射の麻酔、浸潤麻酔をしていきます。左側向いてください。少し開いてください。ではゆっくりと呼吸して楽にしてください。最初とチクッとしますね。痛くないですか？ごめんなさいね。大丈夫ですか？痛くないですか？注射の麻酔を打ちましたら数分また待ちます。じゃあ左側見てください。アンカースクリューを直立する位置に印をつけていきます。はい、右側見てください。そしたらアンカースクリューを直立していきます。今回は直径が 1.6 ミリの長さが6ミリのスクリューを使っていきます。ミラーをじゃあ奥までしていただいて開いてください。スクリューをゆっくりと回しながら直立していきます。これからどんどん入っていきますね。痛くないですか？はい、はい、押さえてください。はい、失礼します。よし、左側を向いてください。
じゃあ少し入ってください。万が一痛い場合には教えてくださいね、うん、痛くないですか、うん、はい。ここからだんだん入ってきますね。うん。大丈夫ですか？うん。はい。痛くないですか？うん。はーい。最後に微調整をします。じゃあ右側向いてください。痛くないですか？はい。はい。入ってください。2本のアンカースクリューの直立が完了しました。撮影が終了しました。しばらくお待ちください。打ったスクリューの位置を確認します。左右のアンカースクリューが指根に触れずに直立できていることが確認できました。アンカースクリューを直立してから1週間経ちました。ではスクリューの状態を確認します。はい、左側見てください。はい、反対側見てください。まっすぐ見てください。スクリューがグラグラしないのでスクリューを使って刃を引っ張っていきます。スクリューを固定弦としてこのように刃を引っ張っていきます。引っ張り方は様々です。高いフックを使って引っ張る場合もあります。こんな感じです。このような長いフックを使って引っ張る場合もあります。以上が地下矯正アンカースクリューの直立の様子でした。スクリューを直立するときの痛みはありましたか？ありませんでした。思い出すぎたらやらせました。